釜谷やは、日本の医師、医学者。学位は、医学博士。小泉小児科医院、院長、公益社団法人日本医師会、常任理事、新型コロナウイルス感染症対策分科会、委員。群馬県出身、日本医科大学医学部入学。1978年日本医科大学医学部を卒業した。2020年2月16日。 新型コロナウイルス感染症対策本部新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の会合にて構成員、川野昭彦、構成員、鈴木はじめ、構成員、岡部信彦、座長、脇田隆也座、副座長、小見茂らと日本医科大学附属第一病院に入職し、1980年に国立東西病院に転じ、小児科の委員となった。 1981年、再び日本医科大学に戻り、付属第一病院の小児科で委員となった。1988年、独立して開業した。地元である高崎市医師会の役職を歴任しており、1997年には理事、2001年には副会長、2005年には会長となった。また、2011年には群馬県医師会の参与に就任した。 2014年には日本医師会の常任理事に選出された。その他にも公的な役職を兼任しており、新型コロナウイルス感染症の流行を受けて内閣に設置された新型コロナウイルス感染症対策本部においては、2020年より新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の構成員を務めている。これまでの功績が評価され、2018年には 乱獣法賞を受賞している。2020年2月16日、新型コロナウイルス感染症対策本部新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の会合にて、ありがとうございます。